こうインスリンが出た状態で飲むことによってこう体内にうまく運ばれるって言われるのをよく聞くので。そうですね、糖質との相性がいいとは言いますよね、うん、だから絶対お腹に何かが入ってる状態の後に飲むように心がけて飲んでます。で6時ぐらいにこうジムに行くんですけど、僕トレーニング始める前に必ず HMB を出ました。はい、ヒドロキシイソキシソウ酸。いや噛みそうこれを布目さんさっき2杯って言ったじゃないですか、はい、僕はこれ6杯か6杯も、はい、めちゃめちゃ飲みますね。いやこれだってあれですよ、1日の摂取量を取るためには6杯取らなくちゃいけないんで、うん、はい、これを6杯トレーニング前に、その時に一緒に BCAA とスポーリカ僕も混ぜて飲んでるんですけど、うん、BCAA スポーリカミックス、そうですね、これはね本当におすすめで、あとトレーニング中のエネルギーにもなるし、あと味のね相性がむちゃくちゃいいんですよ、ね、これ、うん、美味しいんですよ、うん、そういうことか、はい、味が、ね、邪魔しないですよね。そうか確かにね、はい、美味しい、ね、レモンとマスカットです、ね、そうかなり美味しいんですよ。美味しそうだね、美味しいです。俺飲んだことないけど美味しそうだね。で、あのジャンボシェーカーに水600か700ぐらいなんですけど、うん、BCA 大体 10g 入れて、これはスプーン水切り4杯で 35g ですね。でもちょっと濃いめに作るんですよ。結構僕トレーニング中水1リットルぐらい飲むんで、もう濃いめに作っといて、で飲んでいく途中でもう補充したりしてするんですけど、水だけ補充する。あ、そうそうそう、この作ったドリンクで僕はあの HMB をこう流し込む感じです、トレーニング前に。ああ、なるほどなるほど、はい、でそこからトレーニングして、トレーニング終わったらまたのプロテインを必ず。曽根さん何の味飲んでるんですか？あの気分で買えるんですけど、やっぱ好きなのは僕さっぱり系のテイストがすごく好きで、ベリーとかパッション、最近やったらね、カメハメハと波動拳もものすごくおすすめです。で、あとそこからご飯家帰って食べてから、寝る前にもう一回プロテインは飲むんですけど、結構寝る前はあの甘い系のものを牛乳で溶かしたりして。そこは牛乳なんだ。そうですね、なんかタイムリリース考えて。そうですねっていうのもあるし、あの美味しいんですよね。ベリーにしてもパッションにしても牛乳で溶いたらなんか酸味系のやると飲むヨーグル ヨーグルトみたいになって美味しいですし、ね、バナナなんか溶いたらもう本当にあのシェイクのようなバナナシェイクだね、はい、なるし、それはもうご褒美みたいな意味も込めて、まあ、タイムリリースも考えてるんですけど摂取してます。大体これが僕の新日のサプリメントですね。なるほど、はい、ただMD みんな飲んでるって聞いてすごく今興味が出てきました、ね、じゃあ今日すぐお買い上げいただいて。ああそうですね一回試してみようかなと思います。それをお買い上げ。あ、そうです、はい、私逆にすごいクレアチンあんまり今飲んでないんで、はい、なんか私も最近トレーニングね一緒にちょっとしてるからちょっとぜひクレアチンこれは本当にいいですよねえ、そんなによく、はい、そっかね、クレアチン信者トレーニング前に。そうですね、確かにいいかもしれない、はい、じゃあ、萩谷さんね、萩谷さんちょっと聞いていいですか？なんか今話す気がする。みんななんかしっかりプロテインじゃないわ、サプリメント飲んでるよね。僕は、朝から行こうか、はい、朝はまず、プロテインでしょ。そう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 、で、プロテインでビタミンミネラル、ビタミンミネラルを飲んでます。でね、さっき上野くんが1日分を1回で飲むって言ってたけど、まあ、僕もだいたい8粒ぐらい、まあ、キャップの上にギャーッて入ってて飲むから何粒入ってるかあんまり数えてないんだけど、ちゃんと数えないんですか。そうなんだ。俺はね、大体適当分量。なるほど。いや、それがいいと思います。ギャーッて多分ね、6から8ぐらい入ってる。 あと一粒っつってバッとバサッて出て、あとあととみたいな。あるある、それよくある。あるガギダリさんも朝に全部8錠ぐらいを目安に。いや、朝にまだ8錠飲む。でもね、実は僕夜にも飲んでんだよ。夜も飲んでる。だからね、あの結構なんていうの、オーバードーズ。で、あの余計に飲んでるよね。で、まあ、朝はまあ飲むでしょ。で、プロテインはだいたい朝は水でビールジェントで 30g はちょっとプラスしてるから多分ね 40g ぐらい取ってると思うんですよ。だからどうだろう、22-23g ぐらいかな、タンパク質だったら。で、飲むと。で、会社来てその時によるんだけど、まあお昼が ねなんかふと考えるともう4月になるんだけど、お昼がなんかしっかりこうお昼ご飯のお昼時間として食べた記憶がね、なんかね3回ぐらいしかなんかないね、今年入って。だからちょっとなんかこうパンかじってたりとかね、あのするんですけど、まあ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 食事まあ一応とっ
って、で、食事量少ないので、お昼食べるのが、まあ、12時から2時半の間でちょろっと食べてるので、だいたい早めで1時までに食べた場合は、2時半とかぐらいにちょっと小腹減ってくるので、プロテイン飲むね。で、プロテイン飲むときは、まあ、WPC で、今朝飲んでるのはメロン家で飲んでて、うん、で、会社で飲んでるのはパインかな、パインで夕方ジムに行くでしょ。でジムに行った時は僕はBCAA です。で大体 BCAA ウォーターにして、あの BCAA 僕結構量多くて多分ね15g ぐらい取ってると、15g ぐらいバサバサバサって入れて、もうなんかこれ2センチ1センチぐらいもうずっとこう溜まった状態で、水はまあジャンボシェーカーでだいたい満タン入れて700、800ぐらいすぐ入れて、で、飲んでます。でトレーニング終わった後はまたプロテイン飲んで、でそれもまあだいたい 40g ぐらいだから、まあ 20g ちょっとぐらいだと思うんですけど、タンパク質量としては。で飲んで夜寝るときに飲んでるのが、同じくプロテインと、さっき言った通り、まあ8粒から6粒ぐらいで、あとね、あの HMB が、あそうか、 HMB も実はね朝飲んでることもあるし夜飲んでることもあるし朝夜飲んでることもあるので、で大体3グラムぐらいを、2から3グラムを1回で取ってるから、だいたい山盛りで、まあ、3杯ぐらいを朝晩飲むケースもあるし、朝だけの時も夜だけの時もあって、結構ねまちまちなんだよね。ほんであとトレーニング中にビーレジェンド BCAA ウォーターにすることもあるけど、あれもあるかな、燃える、モエルで、あの飲みながらやることもあるかな、うん、私もたまにモエル、はい、入れます。スポーツドリンクに入れますね、うん、あ、スポーツドリンクに入れる、はい、そう、もうクエン酸も入ってるしと思って、ちょっとリカバリーも、まあ、もともとスポリカも入ってるんですけど、うん、さらにカーボ結構取ってるのね、はい、やっぱエネルギーがもう本当にスタミナすごい全然違うんですよ、やっぱエネルギー、あのカーボ取ってるかどうかで、うん、そうか、まあ、モエルは僕はもう大体もう普通にお水でジャンボシェイカー入れて飲んだりしてるかな。あとね、まあちょっと最近プチ減量始めたので飲もうかなって思ってるのが、あのファイヤー、ファイヤーはちょっと、まあモエルもそうなんだけど、ファイヤーはねちょっと、いや実はね持ってるんですよ、あ飲んでなかった、あの飲んでる途中のやつがカバンの中に入ってるんだけど、それちょっとまたね今あの昨日見つけて復活しようかなと思ってたのと、あとねこれは多分ねみんなこれやっぱりねメガですよ、メガもうやっぱりねおっさんになってくると、あ、まあ、グルタミンもそうなんだけどね、グルタミンもそうなんだけど、やっぱりねあの回復がねしないよね。世のおじさんたちどうですか、回復しますかね。なんかこうね子供たちが多いかもしれないけど、どうなんだろう、俺だけなのかな。減量始め、緩く減量始めてからトレーニング量も増やしてちょっとね詰めてやってるんですよ。先週とかは4日か5日がやれてて、その前まあ2、3日しかできてなかったんですけど、ちょっと詰めてやっててなんですけど、回復みんなするのかな、回復するしてる、いやそうですね、ギリギリいけるってるかなっていう、なんかだるい感じじゃない、あでも若干やっぱりあったりは、ただまだいけるっていう感じですね。おー覚えてましたね。まだいけてます、はい、なんとか、まあ、でもサプリメントありきですよ、僕は多分。ああ、そう。はい。そうか。だから今の話聞いててね、まあ、まず1個はクレアチンやっぱり入れようかなって思ったのと、はい、やっぱカーボもう少し入れてもいいのかな。でもね、やっぱり減量してる中でね、カーボ入れる。でも上野くん、カーボも40、40で80とか MD から入れてんだよね。そうですね、トレーニング前後で。だから、やっぱりどうなのかな、ね。カーボ入れるのちょっと抵抗あるなと思ってね。って思ってるかな。でもやっぱり、メガはやっぱりね、ちょっと飲んでみようかな、元気になるんですよこれ。そうですね、あの飲んでみよう、ちょっと多めに、うん、まあ、というわけでまるっと全部お買い上げてください。MD を除いた全部、MD とスポリカ以外全部かもしれない。それでいくと。よかった、今日もはけた。
まあ、というわけで、まあ、こういう感じでスタッフの我々はサプリメントを取ってます、うん、で、ある程度やっぱり意味を感じて結構取ってるスタッフが多いかなというところはあります、うん、で皆さんもこれから多分サプリメントを、まあ、どういう形で取るかっていうのは、まあ、今考えられて取られてる方が多いと思うんですけど、まあ、一つ一つにあとほんの少しだけ意味がプラスできればよりこう取ってる、ところでのこう違いとかも実感できると思います。なんか進められたから取ったとかトップのあの選手が取ってるから取ったとかではなくて実際取って続けてみてあまりこうなんか体感が得られなくてパフォーマンスの向上が得られない場合は別にやめても全然いいと思うんですよ、うん、でそんなにこうサプリメントたくさん買ってサプリメント貧乏になってくださいというのを我々も思いませんので本当に必要だなと思うところをチョイスしてもらえればいいのかなというところが今回のまとめになるかと思いますがいかがでしょうか染野さん。そうですね、僕もそう思ってた。汚いよそれは。そう思ってたところです。あれですね、あとお客さんがこう何飲んでますっていうのをめっちゃ知りたいですね。ああそうですね、ぜひコメント欄の方に書いていただければ、はい、参考にさせてもらって僕らも取り入れたいと思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、そういたしましたらね、こちらの動画が良かったっていう方はぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さよなら。さよなら。